試合は前期4位以内に入るためには絶対負けられない試合だったので、まあ、最初から全力で行こうということで、まあ、あの疲れたら交代がいっぱい出て、まあ、最初から飛ばして、まあ、みんなで、絶対勝ち切ろうということで、まあ、それが、前半から、いい感じで点を取れて、自分たちの流れで試合が運べたのかなと思っています。久しぶりに2点取ったので、まあ、すごい1点取ったときは、まあ、何が何だか分かんない感じで、すごい興奮してしまったんですけど、これから今までチームに貢献できなかった分を、まあ前期あと1試合攻撃東京の隅田だったんですけど、いつも遠いところまで、